こんにちは、Dコレクションです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。皆様、新年明けましておめでとうございます。2017年、私は毎週金曜日に皆様に動画をお届けしているんですけれども、今年もまたこの女子スタッフの目線でいろんな情報を皆さんにお届けできたらいいなと思っていますので、またどうぞよろしくお願いします。はい、新年一発目の動画になるんですけれども、まあ、今ちょうど年も明けてすぐということで、まあ、飲み会だったりとか、あともう少しすると成人式とかがあって、その後のパーティーだったりとかっていう、そういう機会が皆さん結構多いんじゃないのかなと思います。そういうところでやっぱりちょっと気合が入ったりとか、まあ、ちょっといい格好をしていかないといけないのかななんて思ったりして、服選びにちょっと困ったりすることもあるのではないかと思います。気軽な飲み会とかもたくさんあるとは思うんですけれども、もしそういう機会があった時に参考にしていただけたらいいなということで、今回はそういう人が大勢集まる場所でも恥ずかしくないかっこよく決まるジャケットを使ったきれいめなコーディネートを紹介していきたいと思います。それでは今回は4種類のコーディネートを紹介していきたいと思います。まず1つ目のコーディネート、こちらネイビーのジャケットが清潔感を与えてくれるシンプルなコーディネートです。クラッチバッグを持つことで大人な印象にすることができます。2つ目はこちら、ニットとシャツの重ね着のコーディネートです。こちらジャケットに合わせても OK です。ラフにデニムパンツをこのように合わせても様になるコーディネートです。キャメルのパンツが温かみのある印象にしてくれるこちらのコーディネート、靴はローファーにすると知的なイメージになります。ジャケットを使ったコーディネートでもあんまりカッチリはさせたくないなという場合は、ニットを柄のあるものにしても OK です。全体的な色味を抑えめにすることで大人っぽい仕上がりになります。はい、いかがでしたでしょうか。今回4種類のコーディネートのご紹介でした。基本的にはジャケットを使ったシンプルで綺麗めなコーディネートなんですけれども、まあ、少しずつ小物を使ったりだとか、合わせるアイテムが少し違うだけで結構印象が変わるので、まあ、いろんなバリエーションのものをお届けできたかなと思います。今回、想定しているシーンっていうのが、一応その例えば成人式の後のパーティーだったりとか、あと新年会でこうたくさんの人が集まる場だったりとか、まあ、そういうちょっと軽めのパーティー飲み会のようなものを、想定していますので、まあ、あまりかっちりしすぎているのも、ちょっとどうかなっていうところではあるんですけれども、まあ、ジャケットがもたらす清潔感だったりとか、誠実な雰囲気っていうのはもう間違いなく好印象を与えることができるので、まあ、こういうコーディネートが1つか2つできると今後とても便利なのではないのかなと思いますので、またぜひチャレンジしてみてください。まあ、移動だったりとかその場所に到着するまでっていうのはどうしてもジャケット1枚だと寒いかなと思いますので、まあ、ロング丈のコートだったり、あとマフラーなんかを巻いていただければジャケットのコーディネートでも楽しんでいただけると思います。それではまた。